飛ばされていたみんなは今は空間の歪みみたいな場所をさまよっているんだと思う。それってどういうこと？リンゴ、僕を止めに来て。さっきはなんとか邪魔できたけど、今度はもうダメだと思う。だから僕を止めに、森の奥にいるから。あー、ちょっと待って。今アルルの声が聞こえなかったか？止めに来てって言ってた。何？アルルは森の奥にいるって。そうか、わかった。よし、行くぞ。アンドリンゴ、森へ行くにはおそらく学校を通り抜けるのが近道だ。ちょっとやるか。全部解いちゃうよ。学校にやってきました。実はこう見えてもこのサタン様は別の学校の校長だったりもするのだ。忘れているかもしれぬが。あややや、じゃじゃーん、ここから先は床。わあ、佐々木マグロくん、突然出てきてどうしたの？しかもこんなところで。どうやら僕操られちゃってるみたいなんだ。面目ない。これじゃたこ焼きの生地を練ることも、体が勝手に動いちゃうのさ。そういうことなら容赦なくいくよ。何？そういうものなのか。容赦はしなくていいのか。くる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 、よし勝負。溶けた。
大丈夫？ふぅ、びっくりしたね。安藤リンゴ、先を急ぐぞ。僕もついて行こうっと。実験開始。全部解いちゃうよ。あ、リス先輩。さあ、ひそやかにこってりと愛を語ろう。先輩もやっぱりあやつ。大爆発の向こうに真実の愛が見えるぜ。お前たち楽しそうでよいな。何はともあれ、レッツプヨ勝負。先輩、大丈夫ですか？かたじけない。いいや。よかった、よかった。たわけ、先を急ぐぞ。
アルルではないな。あれ？バレちゃったかい？正確に言うと、アルルちゃんの体を借りてるだけなんだけどね。ほら、僕実体のない存在だから。何者？旅人だよ。時間や空間を超えてさまよう旅人。全部解いちゃうよ。旅人？よくわからないんだけど。何はともあれ、アルルを返してもらうからね。そんなに怒らないでよ。旅人の茶目っ気なんだから。今回の僕の作戦のためには、ぷよぷよを消す力のあるこの子の体が必要だったんだからさ。でもアルルちゃんって結構強情だよね。さっきもアルルちゃんが心で抵抗するから、せっかく地球のエネルギーを利用しつつ、みんなも利用して準備した計画が失敗しちゃったよ。だからもういらないんだ。僕とのぷよぷよ勝負に勝ったら、この体は返してあげるよ。さあ、いいかい？ぷよ勝負！実は操られていないよね。うん、
君はノリダークな雰囲気に付き合ってくれてただけだと思うよ。いやー騒いだね。あれが正体？リンゴちゃん、今度は君の体で遊ばせてよ。アルルちゃんより具合が良さそう。一緒に遊ぼうよ。全部解いちゃうよ。変な空間に連れ込まれました。さあリンゴちゃん、おとなしく僕に体を提供してよ。せっかくリンゴちゃんたちの世界をぷよぷよで埋め尽くしてあげようと思っているのに。なんでそんなことを。僕は旅人としていろいろな世界を見てきた。その中でもリンゴちゃんの住むこの世界はギラギラギクシャクしてる。地球という存在も悲鳴を上げてる。だからあのぷよぷよしたやつで埋め尽くしてしまえば人の心にも自然にもちょっとは優しい世界ができるかもと思ってね。え、そうなの？でもちょっとやり方は良くなかったみたいだね。なんてね、僕はただみんなを困らせたかっただけだよ。こんな、さあ盛り上がってまいりましょう。レッツぷよ勝負だ。空間を崩壊させて、その時発生するエネルギーを利用して全ての世界を、全ての宇宙を、全ての人々をぷよで埋めちゃうぞ。楽しいな。リンゴちゃんはそこで見ててね。
リンゴちゃん一人に何ができるというわけでもないからね。嫌な流れというわけで、何はともあれレッツぷよ勝負。Look at that!
なんだかものすごい体験をしたなと思うんだけど、ものすごすぎて自分でも信じられないや。ゆっくりお別れを言う時間もなかったのがちょっと心残り。みんな元気かな。おお、ここにいたのか、安藤リンゴくん。探したよ。ずいぶん長い間姿が見えないから、ちょこっと心配していたのだ。そろそろお昼ランチの時間だよ。メロンパンが売り切れちゃうぞ。おっと、それはそこはかとなく大変だ。まあ、必然があればまたきっと。